リンリン、ハロー、パラレル、リンリンパラレルのリントです。はい、本日は2022年6月の12日の、リント日記となります。はい、本日はね、来ていたコメントにお答えと、シェフィーのハンドリングの動画になります。そう、シェフィーちゃんがね、もう寝そうなんですよ、手の上で。これ寝るんじゃない？落ち着いとるわね。はい、ということでじゃあ、質問というかコメントにね答えていきたいと思います。リンリンお疲れ。某爬虫類漫画でのサバンナモニターの飼い方では沖餌さんの方が攻撃的にならないと書いてありました。そしてハーネスをつけて散歩できるとも。そしてそれに対しての登場人物たちの意見が分かれて大乱闘になってました。大乱闘してました。ケージサイズがそのうち2メートルになることを祈っています。はい、某爬虫類漫画ってあれかな、秘密のレプタイルズかな。私ちょっと全部を読んでないからあれですけど、秘密のレプタイルズは結構その爬虫類飼育に関してのことを結構様々書いてて、すごい分かりやすいって書いてたので、そうなんだ、沖餌さんの方が攻撃的にならないのかな。この子ね、沖餌さんにしておいてる日もあれば、ピンセットから食べさせる時もあって、理由はね、ピンセットであげようとした時にそっぽを向いて食べない時があったんで、そういう時は置き餌を置いてにしてます。で、餌の時間帯もね、今どうしようかなって悩んでて、基本夜にしてるんですけど、朝方お腹が空いてるのか、こう、なんだろう、近づいていくと、餌くれるのかいっていう感じでね、来る時があるんですよね。なんで、朝も起きたタイミングで、結構水のね、容器の中にいるから、水の容器の中でね、冷たくなってそうな感じがして、寒くないんかいってすごいヒヤヒヤしてたんですけど、なんか水辺が好きらしいです。なんで朝起きて水辺にいるのを、なんだろう、生存確認としてね、一応触るんですけど、で朝の5分ぐらいのハンドリングをするんですよね。でその後にまあ、おやつ程度になる乾燥のミルワームとか乾燥タイプの水あぶとかをね、この子に食べさせて、で、カメラが。そう、食べさせて、ただ食べない時もあるから、それを餌場みたいなのを置いてね、置いとくと、夜帰ってきた時にはもうなくなってるって感じなんですよね。で、帰ってきて、最近帰ってきたらすぐね、ハンドリングするようにしてて、ルーティーンとして。で、ハンドリングをした後に、この子を戻して、ピンセットで餌あげてってなるんですけど、食べない時もあるから、なんかね、多分そもそも今腹減ってねえわっていう瞬間なのかもしれないんですけど、そういう時は、その餌をね、餌場に置いて、で、食べそうだったら、そのまま。で、夜はね、この子はもともと食べてたっていう、レオパゲルをね、あげて、で、レオパゲルを夜はあげて、朝は水あぶの乾燥のやつをね、おやつ程度にあげてっていう感じにしてるんですけど、どうなんだろう、もう沖餌さんに統一した方がいいのかな。まあでも両方やってみようかな。おやつみたいな沖餌さんにして、おやつじゃない、ちゃんとしたご飯はピンセットであげてみたいな、両方いいとこ取りしようかな。まあ攻撃的に今なってないし、いいっちゃいいんだけど。さあ、あとハーネスつけてね、散歩はね、ちょっと考えてます。ゆくゆくは。ただその札幌の街中でさ、爬虫類を散歩させてる人を見るとびっくりしそうでね、公園とか連れてくのもなんかちょっと怖いかななんて勝手に思っております。ケージはね、
ゆくゆく2メートルは超えるんじゃないかな。今あそこにああいうケージにはピントがあってねしてあるんだけど、あれ衣装ケースなんだよね。衣装ケースは私が用意したやつ、他はちょっと用意してもらったあの何機材なんだけど、あの下をね、今ピンク色のケースとね、あの横にプラケースとかも置いてるんだけど、あの辺を一体をね、なんだろう、四角く囲ってこう、なんだろう、バスキングスポットとかもね作ってっていう感じにしようかなとは思ってはいるんだよね、ゆくゆくは。で、あの下を基本バスキングのスポットとして設置しておいて、で他のところをちょっと寝床として、だからあの椅子があるところぐらいまでは浸食してくる大きさの状態になると思うんだよね。で、100均とかに売ってるような、なんだろう、網で囲う感じかな。にして、水入れとバスキングスポットあの辺に置いて、で、基本はね、放し飼いできるようにっていうふうには考えてます、私は。現状。犬猫のようにね。ただ、ちょっと大きくなっていかないと分かんないね。それでバスキングもねいいんだけど、ちょっとあの UV とバスキング用のライトが、あの一式になったライトをねいただいたんですけれども、ちょっとねなんか UV のあの感じが弱いんですよね、あのチェッカーを見ると。なんでね、ちょっと UV ライトは別で買わなきゃなとかと思ってます。ただUV のライトは、あの、どっちかっていうと、そんなに重要性はないかもしれないっていうのは、サバンナモニターのこの飼育者とかでも言ってたりするんですね。ちゃんとあの、ビタミン D3 か、が生成されて、カルシウムの、吸収ができていればいいんじゃないかって書いてる人もいて、餌にちゃんとビタミン D3 とかが含まれているのであれば、そんなに、あった方が絶対いいとは書いてたんですけど、最悪なかったとしても飼育上問題はないっていう風な書き方ですね。で、全然その飼育をしていてバスキングのライト使ってない人、バスキングじゃ UV ライトか使ってない人っていうのもいるらしいです。なんか放し飼いにしていて本当にあったかいバスキングスポットだけ作ってるよっていう人とかもいました。で、バスキングスポット以外は、UV ライトはちょっと置いてないよ、みたいな人とかもいましたね。まあ、ただ、この子のね、健康状態を見ながらですね、ほんと、その骨が悪くなってないかどうかとか、歩いてて変じゃないかとか、本当にそういうところでかなと思います。ちょっと、秘密のレプタイルズはね、今2冊 ?2 巻かな ?2 巻までしか持ってないから、ちょっとゆくゆく買って、あの、爬虫類飼育のこととかをちょっと知っていきたいなってところですね。爬虫類だけじゃなくて、他のもいるのかな?やっぱりでもレプタイルズって言ったら爬虫類ばっかりかな。両生類とかね、あとエキゾの話とかも出てくるんだったらより楽しいんだけど。うん。ちょっと参考にはしたいですね。てか寝ちゃった。完全に寝ちゃった。かわいい顔してんだ、あんたね。はい、ちょっとそんな感じでやっていこうと思います。ケージね、どうしよっかなって感じ。まあ、まだね、あの状態で良いので、これからケージのレイアウトというか、ケージの大きさとかも考えながらやっていきます。飼育できる場所がないわけじゃないので、ただこれ以上もう増やせないですね。フクロモモンガがその繁殖したとしても4ペアまでだね。うん、4ペアがギリギリだね。レオパももうペアにすることはちょっとできないかなと。サンショウもあそこでもう終わりだね。でその下はね餌いっぱい入れてるところだし、そう餌とか
あとペットシーツとかね置いてるところなんで、で下にあれは掃除機入ってるピンクのケースと、横はねあの掃除する時とかの隔離用のあのプラケースですね。プラケースあのミルクの横にもね、山椒のすぐ下にもあるんですけど、あれは山椒専用なんで、そうあの緑色と黒のやつはね、あれは山椒専用です。あのなんか山椒の匂いがついちゃうしと思って、他のとは一緒にしないようにしてます。であそこにある黒いケースと青いプラケースがあるんですけど、青い方はフクロモモンガちゃんの隔離用とか、あと病院連れてく時用って感じで用途をね、まとめていて、あの上の黒いのはあのロペ様と、シェフィー用に私の中では考えてるやつですね。うん、あの辺に置くかなって感じかな。そう、なんかケージのね置き場所も高い方が、高い位置に置く方がいいとかなんやかんやとか言われてるので、あとはまあ飼育をしながらどういう風にするかって感じですね。まあ、でも山椒のケージがあって、レオパいて、フクモンもいて、で下にサバンナモニターで、でサバンナモニターちゃんに関しては大きくなる可能性が高いので、大きくなる可能性かっていうか大きくなるのでね、あのこの子の修正飼育のためにどういう風にしていくかって感じですね、基本的には。まあその子その子の幸せを考えながら、過ごしやすさもね考えながら進んでいくと思います。ちょっとこの調子でやっていきたいと思います。完全に寝たよこいつ。ねえあなたまだ9時だよ。ねえ9時、日曜日の夜9時。もう、かわいいね。まあ、でもこんだけこうやって触られても問題ない感じまで来たので、1週間ちょっとでね。びっくりだわ。ほら安心して寝ちゃってんの。足だらーんってしてる。かわいい。かわいいわね。この調子でね、あの慣れてくれるといいですね。懐くという概念はない気がしてるので、懐くのかな、慣れるのかな、どっちなんだろうね爬虫類って。でもその私がたまに見てる爬虫類チャンネルで、その爬虫類チャンネルとか、その動物系のね YouTuber で、あのアニマルタイガさんのところの天くんとかは、でも懐いてるになるよねあれね。すごいこう音、まあやっぱりこう遊びのつもりで噛んじゃって怪我っていうか噛まれたよみたいな話を聞いたことはあるけど、アニマルタイガーさんのところの天くんに関してはあれ懐いてるもんな。なんかね、懐くっていう概念なのか慣れるっていう概念なのかっていうのが、動物ね犬猫とはまた違うから、なんかそういうところは面白い部分ですよね。まあ懐いてくれたら嬉しいです。はい、ということでね、なんか拙いトークがずっと続いておりましたけれども、コメントありがとうございます。あ、ちなみにこのコメントは6月9日のハンドリング6日目の動画についたコメントでございました。はい、またよかったらね、皆さんコメントいただけると幸いです。あの攻撃的なコメントはあの心に来るのでやめてください。ぜひともね、高評価、いいね、チャンネル登録とかね、していただけると幸いです。あとはツイッターのフォローとかもね、していただけますと、幸いでございます。はい、ということで本日はね、2022年6月12日日曜日の、リント日記でございました。基本的には、シェフィーのハンドリングがメインにはなると思うんですけれども、日により、サンショウちゃんのこととか、レオパのロペ様のこととか、フクモモたちの話とか出てくると思うので、ぜひともそちらもよろしくお願いします。ってことでね、本日は以上となります。以上、リントでした。バイバーイ。
めっちゃ寝てる。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リンとでした。バイバーイ。